これまたいい感じですね。今回はオプシックスのフィルターについてやっていこうと思います。で、フィルターなんでノコギリ波の方が分かりやすいと思うんで、オペレーター1はノコギリ波にしてあります。なんかこれだけでいい感じですけどね。じゃあフィルターのボタンを押します。で、フィルターをオンにします。で、フィルターはいろんな種類があるんで、いろいろ試してみてください。で、この EG の2っていうのは、エンベロープジェネレーターの2番がフィルターにアサインされているので、それの量をコントロールします。で、EG2 はモジュレーションのボタンを押して、EG にフィルターになってるんで、ここでコントロールします。カーブも設定することができます。ページボタンでフィルターのモジュレーションの設定画面になります。で、まずキートラックで、キートラックはキーによるフィルターのパラメーターの幅をコントロールします。で、LFO の2も先ほどの EG2 と一緒で、 LFO の2がフィルター用に設定されているので、値を上げると LFO がかかります。LFO の2番がフィルターになってますね。これまたいい感じですね。こういったフィルターを使った音作りは FM のオペレーターとかアルゴリズムに比べたらすごいシンプルなんで、まあ、画面の行き来がちょっと覚えるのは大変なんですけど、まあ、慣れちゃえば簡単にできると思うんで、ぜひいろいろやってみてください。